Hello everyone, this is Kalin's channel. 今日はグレワの近くにある結構有名なホーカーセンター、ゼオンフードセンターに来ております。実は7月27日にチャンネル登録者数が無事1万人突破しました。ありがとうございます。そのお祝い企画として、ホーカーセンターで1万ドル分ではなく10ドル分食事してきます。こちらは結構歴史もあって有名なお店もいくつかあるので早速入ってみましょう。まさかの三脚を忘れてすごい変な体勢で撮っている。ライムジュースの代わりにもう一つ似たもの、酸っぱいカシカリマキシみたいなドリンクです。酸っぱ。シャークエティアを頼みました。ここのシャークエティアをどうしても食べたくて30分ぐらい並びましたね。平日の午後2時ぐらいに。でもいつも外まで並んでるから平日週末問わず人気なんだなって再確認しました。暑い。本当にもう三脚忘れた自分が悔しくてしょうがない。結構限界でこれがベストなんですけど、気を取り直して1万628人記念日にシャークエティアをいただきます。イエーイ。甘党だね。ここの甘い美味しいです。もう釣れそうだよね、あんだけ並んだもん。他の場所と違って胡椒か分かんないけどちょっとスパイシーな感じがします。頭切れちゃうからこうやって変な姿勢で座ってるんですけど、ご了承ください。辛くないんですけど甘ピリって感じです。これ並ぼうとしてた時にカップルがここにするっていう話してて、女の人がこのままちょっとオイリーだから嫌だみたいな話してたんですね。ちょっとわかる。こういうのはたまに食べる食べ物だから。相変わらずもっちもちの麺で一番好きな麺だから嬉しいです。麺、卵、もやし、ネギ、こういったしぬ、あ、こういったピンク色のソーセージとフィッシュケーキといったかまぼこのような練り物です。このソーセージはよくパン屋さんとかにも見かけます。これチャークエティアとは何か説明すると、チャーは炒めるっていう意味で、クエティアはこの太麺の意味です。なので炒めた太麺、まあ焼きそばですね。要するに香ばしいサンバルソースの風味が特徴で、具はエビ、赤貝、中華ソーセージ、揚げた豚の脂身などバラエティ豊富でボリューム満点。辛すぎずそれでいて濃厚な旨味があり、老若男女を問わず人気の一皿と書いてあります。全部他人の言葉。確かに老若男女好んでますね。一番最初に食べたシンガポールの料理かもしれない。きしめ以外にもこういった細い麺も入ってるんですよ。麺を2種類使うっていうのはホッケミーとかクエティアでよくあって、日本だと焼きそばに麺2種類入ってるの不思議かもしれませんが、よくありますね、シンガポールのローカル料理では。なぜ30分ぐらい並んだかというと、ここのチャークエティアはすごい人気で、ミシュレンにもおすすめされてるし、リー首相のお気に入りとしても紹介されています。結構有名です、ここのチャークエティア。こちらは4ドル、このドリンクは2ドルで購入しました。なので本当は4ドル残ってるんですけど、4ドルで買えるものはないんで、しかも結構ボリューミーだから私の10ドルパーティーは6ドルで終わりそう。また違う場所でちゃんと10ドル縛りします。10ドルマックスまで行きます。ここのエリアは値段が高いので、たくさんわーっと頼んで見せるってことはちょっと難しいです。下調べ不足ですいません。20 minutes later. チャークエティアを食べ終えました。4ドルのは一番安かったんですけど、一番安いのが一番小さいサイズなんですね。かなりお腹いっぱいになりました。こちらの続きを飲んでおります。本当にしみる。
観客ないんですが、なるべくじっとカメラを持つようにします。こちらのホーカーセンターは1976年からあるホーカーセンターで、最近リノベーションが終わってまた綺麗になったってところです。チャイナタウンとかテッカセンターと比べると断然行きやすいホーカーセンターですね。32店舗しかないんですけど、その中でも半分ぐらい休んでいて、平日だからかわからないんですが、昼だけやってる、夜だけやってると交代制で入っている店舗が多いと思います。あと特徴的なのは横にお供え物みたいなものがあります。ここは私よくジョギングで走るんですけど、走ってると目の前の人が止まって、そこでお祈りしてまた走り続ける光景を何回か見たので、何の神様かさっぱり分かりませんが、ホーカーセンターに神秘的なコーナーがあります。全体的に見て家族向けで日本人に人気そうなエリアだなっていう印象です。特にグレワには明治屋が入っている、日系スーパーが入っている、日本人奥様がひいひい通う日系スーパー。ちなみに私の前はこんな感じでランニングコースです。この柵があって自由に立ち入れできないようになってます。入り口の方にセーフディスタンスアンバサダーもいました。でこちらのチャークエティアのお店並んでる時に結構な行列だったんですけど、一回一回人が増えるたび、もうちょっとスペース空けなさいとか、あなたこっちの方に並びなさいとか、若いバイトのお兄さんが指示していて、お仕事お疲れ様って感じでじっと私は見てました。いつもこのお店はホーカーセンターの外まで並んでるから、いや列の管理もそりゃ大変だわ。今朝ちょうどバイキングで私が出演させているところもしっかり見て、お昼ご飯食べに来たってところ、本当は2時間ぐらい結構話したんですね。検査キットも開封して中も見せたし、いろんな質問されたので一回一回調べて答えてってやってたんですが、ほんの数秒だけ落ちてました。尺、まあでも全然私はいいです。あんまり出てると私も恥ずかしくなっちゃうし、なんか出たいのか出たくないのかどっちか私も自分でよくわかんないんですけど1万人突破のお祝い企画だったんですけど、なぜこんなに遅かったかというと、突破した時は規制強化で外食できず、その後いろいろお仕事とかが忙しくなってきて、あんまり外に出る時間がなかったからです。すいません、これがメインのお仕事っていうわけではないので、相変わらずのんびり自由にカメラ片手にシンガポール走り回って、面白いものがあれば動画にしようと思います。うまい。後ろのおじちゃんがずっと見てる。そりゃそうだよね。ごちそうさまです。これからトレイを返却します。トレイ返却しないとまた違法っていう規制が始まったので、ちゃんと返却します。と言っても私ずっと返却してたんですよね、規制関係なく。だってなんか嫌じゃん、自分の食べ残し、普通に気持ち悪いから自分の足跡を残すのが嫌い。一回一回片付けてると、前の仕事の人に、え、なんで片付けるの、そのままでいいじゃんとか言われてきたんですよ。すごい皮肉な言葉かけられたりしてて、え、なんで逆に片付けるのがそんなに嫌なのって感じでした。ここは割と進化している場所で、トレイの返却所がマシンみたいな形になってました。とりあえずごちそうさまです。今の無事トレイ返却できました。というわけで、いきなりジオンフードセンターでチャークエティア食べたっていう謎のお祝い企画だったんですけど、ここのずっと食べてみたくて、せっかく何か記念すべきことやるならと思い今日訪れてみました。いつも応援のコメント本当にありがとうございます。大変励みになっておるので、引き続きよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。ではまた、バイバイ。